橋の手すりへと近づいていったその時。お分かりいただけただろうか。画面左端、手すりの外に映るはずのないものが映り込んでしまう。その視線は何を求めているのか。床下の女。不可解な現象の目撃例が絶えないとある廃墟。ここだろ、俺の友達も見たってさ。なんだよこの入り口、気味悪いな。噂を聞きつけ肝試しに向かった男女3人。ああ、生臭いな。ここには10年ほど前まで女性が住んでいたが、彼女は行方不明になってしまったという。おい、階段があるぞ、登ってみようぜ。私嫌よ、もう帰ろうよ。大丈夫だって、ちょっと覗くだけだよ。うわ、気味悪いな。おい、気をつけろ、床が穴だらけだぞ。一階もひどい荒れようだな。おい、下になんかいるぞ。マジかよ、女みたいなのが立ってた。どうすんだよ、この下にいるのか。私も見た、女の人が立ってる。怖い、どうしよう。早く逃げなきゃ。分かってるよ、でもどこに逃げんだよ。1階に立ち尽くす謎の女性らしき姿。かつて行方不明になった住人とでも言うのだろうか。そこにいる恋人と旅行プランを立てるカップル。しかしそこに不可解なものが映り込んでいた。台所に立つ女性。お分かりいただけただろうか。画面上の方にご注目ください。ああ、ちょっと待って。わ、上にいなかった。一瞬捉えた天窓から、こちらを見下ろす不気味な顔。開けてはいけない。霊が出るという廃墟にやってきた男女3人。気をつけろ。何、何、ファーじゃないよ、何、何笑ってんのね。あの、トイレトイレか。